エドマンド・グウェンは、ロンドン出身のイングランドの俳優。エドモンド・グウェンとも表記される。俳優のアーサー・チェスニーは実定。また同じく俳優のセシル・ケラウェイは重定である。1877年、ロンドンで公務員の息子として生まれる。キングス・カレッジ・ロンドンで学ぶ。1895年、舞台で俳優デビュー。劇作家。 ジョージ・バーナード賞の目に留まり、1903年初演の人と超人の主演に抜擢される。その後賞の5作品に出演、第一次世界大戦に従軍。戦後は映画にも出演するようになり、ハリウッドにも進出。1947年の34丁目の奇跡のサンタクロース役でアカデミー助演男優賞及びゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞。 1950年のミスター880で2度目のゴールデングローブ賞、助演団優賞を受賞。1959年、脳厚束で死去。ありがとうございます。